本日のニュースニュューースでは緊急特番「ちょっと待った WindowsXP 移行」と題して日経 BP イノベーション ICT 研究所所長桔梗原富代さんにお話を伺っています紀京原さんここからは2014年問題対策を企業にとって効果的な投資に変えるための具体的なハードウェアの選び方についてお聞かせいただけますかはい 先ほど選び方のポイントとしてお話ししたのは将来的的的にににああるべき働き働方を具具体体イメージしまししししままょうううとといいいことでしたたたそのあたりもう少し具体的にお話しいただけますかはい、もちろん業種や業態によって違いはあるのですがここでは例として営業部門などを中心にオフィスの外で働くことが多い職種と企画部門や開発部門などオフィスの中で働く時間が長い職種に分けて考えてみましょう。 はい。例えば営業職であれば外回りをしてより多くの時間をお客様のために当てた方が良いわけですから就業時間中ずっと自社オフィス以外のところにいて活動ができるそんな働き方が会社の利益につながるはずですなるほど逆に企画部門などであれば様々な部署と連携しコラボレーションしやすくなる環境を用意してあげる必要があると思うんですねはいいずれにしても大事なことは 職種や働き方に合わせて戦略的にデバイスを選ぶことなんですこのお話の続きは2つのスタイルのどちらからご覧になるかをお選びいただけます画面をクリックして引き続きご覧ください